5日金曜日午前6時です。今日も雪です。1日頑張っていきましょう。明日の天気予報は数センチの積雪、あ、マジでそんなに降るの。占い情報は運勢は OK。 ペニーおはよう。あ、買い物行ってらっしゃい。おお、ニョロ持ってる。よいしょ。よし。じゃあ、夜に少しずつ移動させるとして、まあ、とりあえず今はもうどこでもいいから入れちゃおっか。橋楽しみだね。橋ね、今日橋行こっか。でもさ、雨降ってるもんでさ、どうしよっかな。他のことやった方がいいのかな。卵。あ、卵全部大きいやつになった。やばい。おはよう。ついに、オール大きいだよ。オール大きい。いいね。ね、おはよう。鳥の大きなミルク。いいね。強いね。オッケー。楽しくなってまいりました、これ。ふーちゃん、おはよう。あ、水ないじゃん。うい、オッケー。じゃ、とりあえずもう、井の一番に行きますか、あそこね。あの、橋の先の方行きますか。ねえ、ここも回収しちゃおう。よいしょ。で、これで、パイッとやって、銅鉱石入ってた。やった。さあ、今日のクエストは、銅鉱石。あーね。オッケー。橋の向こう側で銅鉱石手に入る可能性あるからね。さあ、来ましたね。よいしょ。橋が直ってますね。めっちゃたくさんある。これ一日じゃ終わらんぞ。うい。このさ、これ何これ。これイージームかな。ん？レインボージェムだ。あ、イージームだ。やったー。あ、ここ取ることもこれの。本当ありがとうございます。なるほどね。ちょ、イリジム先に見てこよう。あ、本当あった、取ろっこ。ほい。いや、これは素晴らしいね。ほい。よっ、やばい。イリジム大量に集まる、これ。え、これさ、今回でさ、イリジム5個集まったらさ、イリジムのなんか作れるよね。何作ろうかな。あ、爆弾、ここで爆弾か。なるほどね。持ってないわ。あ、作れるわ。作ろう。じゃあ爆弾でやってみよう。銅鉱石なくなっちゃったけど大丈夫かな。ういっ、え、なんか減ってない。爆弾ダメじゃない、これ。鉱石なくなっちゃったんだけど。あー、もったいねー。よかった、イリジウムとかあるとこじゃなくて。ねえ、もったいないね。ダメだね。こういう鉱石を素手で取って、残ったところを爆弾的な感じがいいのかな。それじゃあねえ、えい、よいしょ。鉱石さ、毎日行くよりもさ、何日かに1回の方がいいのかな。毎日行ってどれぐらい取れるかだよね。じゃあ、まあとりあえずこんなもんでいいかな。帰る1回。帰るというか、ねえ、クリントンとことか行くか。釣りもしたいしな。釣り、あ、釣りしなくていいか、今日は。いや、もうこれ全部やっちゃおう。全部取ろう、全部。全部取って、明日一応さ、1日でどれぐらいの、ものが取れるかというか、出来上がるかを見て、それで何日に1回行くかを決めていこうかな。レインボージェム、これがレインボージェムなんだね。私、レインボージェムと間違えて、レインボーシェルをね、ジョージにあげちゃったんだよ。そしたら、なんだこれはって言われて。ほう。そう、行ってみよう。間に合え。アイテム落とせ。アイテム。お、アイテム落とした。石炭落とした。おー。あー、石炭落とした。おお、あ、フローズンジオード落とした、フローズンジオード。あ、めっちゃ落とす、なにこれ、これ、めっちゃ落とすじゃん。あ、フローズンジオード。あ、フローズンジオード。めっちゃ落ちる、もうダイヤモンド落とす、ダイヤ。めっちゃ落としたね、さっきね。結構長いね。あ、終わりか。まあまあ、でも、意外と手に入ったんじゃない。じゃ、ノロモ集め。ね、ワン。落としすぎてどっかで事故起きそう。多分ね、これね、キャラが来てる時しか落とさないもんで、キャラが落とさせてんじゃない多分。ドカンドカンとかやって。ねえ。へい。よーし。お、何がこれ？有志。あ、お、やった。新しいやつだ。ほい。さらに、失われた本。やったー。またマグロズイでも行くかな、それじゃあ。リメちゃん、おはよう。アレックス。お、あ、そんなしゃべるんだ。ロビン、おはよう。アレックスと仲いいの？俺に会うためにわざわざこの雪の中をやってきたのか？大丈夫？また、え、さっき挨拶したじゃん。え？ああ、なるほどね。リアと仲良くなったのか。リアがこれで5位、半分になったのね。なるほどね。ファム、おはよう。ブラックベリーあげる。
はい、エミリーおはよう、ガスおはよう、でリアもブラックベリーお好きだからブラックベリーあげる、ハビーおはよう、ピエールだったらおはよう、なんかめっちゃみんな来るね、ルイスおはよう、シェーンおはよう、はい、キャロライン明後日誕生日じゃんね、キャロラインおはよう、どこにいたのキャロラインね、えウィリーおはよう、ムーニーおはよう、やっぱムーニーはルイスのことが好きなんだね、ルイスさんって呼んでんだね、チョウチョウ、私チョウチョウって呼んでるからね、もしくは YouTuber だからね、あれクリントもお腹にいる？おらんよね、体力が47か、ちょこっとだけ海釣りして的な感じで行こうかな、で帰ろう、金曜日だから酒場に泊まるマジでそんなんあんの、怒りにね、ギュンターバン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 出てくるね、素晴らしい、はい、どこにおるん、バーン、8時半ぐらいまで釣りしましょう、ボーン、おひょー、はい、これマグロ来ましたわ、今の動きはマグロでしょう、完全マグっちゃったな、これマグ、マグ兄さんだわ、え、今のでイカ、イカサクッと釣れちゃうもんなの、イカって生きの悪いイカなのかな、もしかしてそういうこともあんのかな、イカが悪い、イカが悪いじゃん、生きの悪いイカ、最初にブワーンと私さついてってたじゃん、あれによってもう繊維喪失したのかな、あもうこいつダメだわ釣られるわみたいな、ねえ、よし8時半ちょうど帰りましょう、ゴミもあさりつつ、よいしょ、パン、おお、アレックスの残したパン、アレックスじゃないや、サムの残したパンだ、これも取っちゃって、クワイ、うい、錆びた白車、こっちに入るやつ先に入れちゃおう、冬はクワイ、これしか持ってない、うん、でここがギュンター案件だけども、入れたやつはダメだもん、入れてない、まだ納品しないやつはダメだもんで、白車ぐらいかしたらゴミ取って、エリジウム鉱石超えて5個なるんだけどさ、エリジウム鉱石1個でなんか作れたりとかすんのかな、インゴット、エリジウムインゴット1個でなんか作れたりとかすんのかね、あスプリンクラー、スプリンクラー1個で作れるかな、あ本当だ、ありがとう、電池も1個持ってる、おー素晴らしい、それはいいね、これだって5個でしょ、おーエキゾチックな鉱石、さまざまな興味深い特性を持つほか精錬しての延べ棒にできる、やっちゃいましょう、やっちゃいましょう、これ延べ棒にしちゃいましょう、お今日は全種類ですか、もしかしてこれ、おー素晴らしいですね、オッケー、タンポポって春夏春、とりあえず春ってわかるやつ、タンポポ春 OK、 ありがとうございます、とりあえずじゃあこれ春、これこんなもん、ポロネギ、ハタマネギ、ノワサビ、ラッパ水仙が春、ネギは春だった、 OKOK、 ありがとうございます、ちょっと入れていこう、ちょっとずつね、こっち入れていこう、チューリップ、ラッパ水仙春 OK、 ラッパ水仙、ハタマネギ、ポロネギ、ノワサビ、こんな感じ、これさ埋まっちゃうな、これこの後作物とかも入れちゃったらね、ブドウが夏か、ブドウ夏だよね、ひまわりも夏でいいかな、夏秋だけど一応、パースニップは春か、パースニップは春、チューリップも春、スイートピーが夏、スパイスベリーも夏、サーモンベリーが夏、まあいやちょっとわかんないな、あれ夏だね、スイートピーの夏で、ブラックベリーが秋ね、いやーとこれ埋まっちゃうな、これままだと、ちょっと考えないとかね、入れるやつね、よし、まあこんな感じでいいかな、とりあえずさあ今日も一日お疲れ様でした、ふい、あ、またですね。おやすみなさい。寝まーす。レベル8。メガモモが作るようになった。やった。魚の 1.5 目だったけど、今日魚釣ってないか。お表が180。ほー、いいっすね。素晴らしいっすね。はい、おはようございます。1年目の冬の6日の土曜日ですね。今日は雪が積もる日ですね。今日も一日頑張っていきましょう。まずは、天気予報を見ます。今日、明日も積もるんだ。なるほどね。今日は少しだけ運がいい。オッケー。おはよう。雪を見ると暖炉のそばでロッキングチェアに座るおばあちゃんを思い出すの。燃える薪が映すおばあちゃんの影が一番印象に残ってるかな。少しだけ、だって、捨てられちゃったんだもんね。悲しいよね。なんか。あ、イリジウムができてるね。いいね。イリジウムできました。オッケー。はい。何の手紙？こいつはうちの親父が昔作ってたレシピなんだが、お前さんには、あ、イカちゃんのおかげか。クラムチャウダーだって。ありがとう。あ、さらに？ちょっと変な頼み事をしたいんだ。秘密を守ってくれるか？実はエミリーにしよう。やっぱり、あ、え、なに？クリントは本当にじゃあエミリーのことが好きなんだ。ムーニーが視線を感じるってのは誰なんだろう、それじゃあ。クリントじゃないんだね。アメシスト、オッケーオッケー、持ってる持ってる。あら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 。そうなんだね。アメシストをクリントからだよって渡すんだ。
自分で渡せよクリントマチ。そう、それどうなん？私が集めてきてるけど、これいいの？それで、それでクリントはいいのかい？うん、カニカゴ回収した今。あ、回収簡単にできるんだ。あ、じゃあただこのカニカゴを他に やった方がいいよね。右クリックでサクッと回復できたわ。ういー、おはよう。卵卵卵卵、おはよう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 。ミルクを回収して、回収して、金になってる、素晴らしいね。鉱山行ってみようか、トロコ使ってね。パッと見るだけ見てみよう、どんな感じなのか。あ、ニョロ持ってる、よいしょー。クワイだね基本ね。ほい、石切り帳。あー、なるほどね。あ、でも切っておくのいいかもしんないね。毎日少しずつ石切り場見るのもありかもしんないな。でも、いや、鉱石ってそんなに出ないんだね、こう見ると。じゃあ昨日とあんま変わってないもんね。全部取らないと更新されない。あ、マジで？そうなんだ。じゃあ毎日見ないと変わんのかな。よーし、オッケー。そしたら今日は木こりでもするか、とりあえずね。え、ほい、ヤジリ。どんどん牛タン案件増えてくね、素晴らしい。よーし、もう村の中じゃなくて牧場の中の木こりをもうほとんどしちゃったもんね。ここになんかあるわ。まあいいや、遠い。あー、でもちょっとだけあるか。この辺こっちゃおう。じゃ、環境破壊じゃない、違う違う違う、あの環境整備、整備してます。さあ、体力がなくなるまでとりあえず木こりして。めっちゃ綺麗になってるこの辺、すごいね。ワンチャンさ、今日のヌチチャレンジありだよね。木がなくなっていく。違う違う違う、これはねやっていいって書いてあったもん、図書館かどっかで。こう木を切ることで森の恵みというか、恵みがたくさん手に入るなるもんで、むしろやってくれ的な。今日の主釣り、さあ主は釣れるかな。よいしょ、主釣り、ドン。タイガートラウト3回までにしよう。あの時さ、主一気に3連続とか来たけどさ、珍しいのかな、そういうのって。それとも夜だから良かった時な感じなのかな。昼の魚が釣れないかみたいな。にゃくそもそん。あやっちょ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 、おーいや、どぼわいや、ちょ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 、なっちょん。ね、パン食べようかな、サムの家で拾ったパン。おいしい。そういえばライナスは冬大丈夫なの？ライナスはね、あのオーラまとってるもんで大丈夫だと思う、多分。そのオーラによって壁が出来上がってるもんでさ、他の人たちとね、その壁によって守られてるもんで、冬だろうがマグマの中だろうがね、ライナス大丈夫ね。で、なんか最近私にその壁がね剥がれ始めてるんで、ライナスもしかしたら死んじゃうかもしれない。よし、まあこんなもんでいいかな。そしたらエミリーのとこには行くじゃん、とりあえずね。パンくれ、パン。ゴミ、乗車コーラくれた。あれ、サム、そういういたずらしないの本当。おはよう。いや、特にないです。パム、おはよう。あ、いいやん、いや、一緒に釣りしようよ。じゃあね、じゃあパムが来る前に、あ、エミリー、これね、クリントからだよ、クリントから。あ、待って、クリントにさ、なんかこれあったよね。あ、これ大丈夫かな、クリントからだよ。わ、このストーン大好きなの、君って本当親切だね、ありがとう。え、わざわざ違う、クリントからだよ、クリントから。そうだよ、まあ誰からでもいいよ。え、ビッチか、エミリー、ビッチだったんだ。青ビッチ、ブルービッチだ。あ、そうなんだ。エミリー・ビッチなんだね。そっかそっか。エミリー・ビッチだった。ね、私キスされちゃった。なんか、知らんうちに。返事がないようだ。怒ってるわ、完全に。完全に怒ってますわ。見られたわ、多分。シェン、おはよう。クリント今日は来るかな？今のは不可抗力というやつだよ。二股ではなく不可抗力。ね。負はあるけども、全然違う。あと多分、ほっぺとかだと思うからね。よっ。よいしょ。自分からこうね、デートとかしたとか、そういうのじゃないもんで、たまたまそこでこう、逃げることができないで、咲いちゃった的な感じだから大丈夫大丈夫。何しに来たんだっけ？あ、同行席。クリント今日はいるよね、多分。昨日ちょっと見かけなかったけどさ、今日はいるよね。はい。クリちゃん。え、クリントはもっと遅いんだっけ？来るの。クリント来ないぞ。クリントがいない。同鉱石あげたいのに。同鉱石いくらこれ？ 320 でかい。あ、今落とした。あ、なんだ、そんな遅いんだ。終わった後に結構時間かかってんだね。なるほどね。クリントこれほーらよ。はいはいはい、せやろ、ありがとう。よいしょ、オッケー。え、どうした、どうしたの君たち、何やってんの、どうした。え、
あ、なに、待ってんの、もしかしてセバちゃんのこと。セバちゃん待ち？よいしょ。これセバちゃんを待って、セバちゃんと一緒に移動する的な感じなのかな。どうなんだろう。あ、めっちゃスルー。待って、クエストあるんじゃん、よく見たら。よいしょ。海ひごい4匹。忘れないようにしんと。オッケーオッケー。カニカゴ忘れてた。8時か。ペニーの、じゃパムの家の横にカニカゴ置いとこうじゃ。ね。来るかな？よく来るとこの方がいいんだけどさ、本当は。まあ、ここら辺に置いとこうかな、じゃあ。カニカゴ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 。よしよしよし。餌、餌、餌。オッケー。帰ろう。チェストを増やして、宝石入れ歯とかも作んないとかもんでね。箱をたくさん作っておいて、箱は置くのを先にやっていこうかな。松明、せっかく持ってるから松明をここ置いて、とりあえず。で、よいしょ。鉱石、鉱石ここに置いて、待って、鉱石を、鉱石関係をここに置いて、で、ここかまど置こうか、ここ。ここかまど置いて、で、ここになんか置いていく的な感じに、する的な感じにしよう。剣とかか、剣とかも、そっか、剣とかがあんのか。まあいいや、とりあえずこっち持ってって、ここに鉱石ね。こんな感じで精錬アイテムをね、ここ入れといて、武器を装備品の一番最初に置いとこう。足、指は頭だから、ここ、あ、まあ頭、指輪にしようかな。ここに武器、かまどもじゃあ移動しちゃおう。かまど、この中に、ポン、ポン、ポン。ポーンってやって、ここでね、かまどで焼くときはここで焼くという、そういう感じにしましょう。魚をさ、入れる場所とかもあった方がいいのかな、やっぱ。魚、あ、魚ここだっけか。魚だもんこうじゃんね。こういう松ぼっくりとかを入れる場所もあった方がいいよね、絶対。木材とか入れる場所？だから3個目は木材的な場所にしようかな。ね、まあもう時間やばいやばいやばい。寝よう寝よう。ペニー。ペニーお疲れ様。ねえ、あなた、穏やかな夜を過ごす準備はできた？なんか。詩人じゃないですか、ちょっと。ねえ。はい、おやすみなさーい。ちょうど10時じゃないですか、ちょっと、奥さん。素晴らしいね。